本当大丈夫なんだよ。超極秘の内部情報なんだから漏れたらまずいんだよ。絶対に顔がわからないようにすることが条件だよ。あ、それで声も変えてね。わ。超同化してる人とさ、スタッフさんが交流する場所だと聞いているよ。限定のお顔本？あ、間違った。Facebook で動画が見られたり、グループチャットをしたり、あとは実際に集まってお茶会みたいなことをやるみたいだよ。何言っちゃってるんだよ。ここだけの限定の動画だよ。特別な動画なんだよ。詳しくは言えないけどね。Instagram 始めた当初のような動画とか、コメントに答えるような動画だったりするらしいよ。今までの動画だと、カリンちゃんとチャイちゃんの二人の会話が多いんだけど、その会話にもう一人、これ以上は言えないよ。超同化してる人とスタッフさんがカフェや会議室とかで集まってね、今後の模試の子について話し合ったり、動画の内容を一緒に考えたものを投稿したりとかするらしいよね。だから自分も模試の子の一員じゃないかと勘違いするような会なの。え？グループチャット？それはね、LINE のグループ会話みたいなのを想像してくれたらいいよね。超同化している人たちとスタッフさんがグループを組んで、その中で会話をするの。わかる？最初は25人だけの限定。それはね、今までの模試の子じゃ全然物足りなくて。今までより超同化したい人におすすめでやる。はーい。よしちゃん、次のニュース行こう。次のニュースはこちら。じゃあ最後にまとめると、マグロの話をすると腹が減る。もうお手上げだ。データカリンちゃんお気に入りの動画。そういうわけじゃないけど、ここの演技いいなと思ってんだよ。誰この可愛い女優さん。デブ猫女優ね。飛ばすよね。はい、それでは次のご相談。最近お顔のたるみが気になります。サイちゃんのケアの方法を教えてください。だはい、来ました。超簡単。それでは行きます。はーい。よーし、みんな超楽しい動画のアイディアある人。お、はいはい。チャイちゃんが脱ぐってのはどうですか。だって、おいおい、嘘だろスタッフさん。みんなが楽しんでくれるなら脱いじゃおうかな。そうそうそう、その動画、そう、チャイ右にステップするでしょ、その後に逆にステップするの。違う違う違う、スタッフさんがステップするんじゃなくて、動画の編集で。さあ、はい、全国的に晴れでしょう。マシヌカー。